クリフォード卿によるラトランドの殺害第9代クリフォード男爵ジョン・クリフォードはイングランドの貴族でバラ戦争中のランカスター軍の指揮官であった。一時期ヘンリー6世の王妃マーガレット・オブ・アンジューの右腕として活躍した。第8代クリフォード男爵トマス・クリフォードの息子だったジョンは1455年の第一次戦闘オルバーンズの戦いで父親が戦死すると 男爵位を継承した。おそらく、父、トマスの仇討ちという動機にかられて、ジョン・クリフォードは、ランカスター軍の最前線にやってきた。1460年のウェイクフィールドの戦いの、戦後処理では、ヨーク派の司会である、ヨーク公、リチャードの息子ラットランド博、エドムンドの処刑を手配した。ヨーク公は戦闘で死亡した。クリフォードは、翌年のフェリブリジの戦いの最中に、 不注意にも鎧の喉当てを外していた際、喉を射抜かれて戦死している。このおかげで、息子ヘンリーは試験剥奪の目にあっている。ありがとうございます。